こんにちは、メンタルエイカーアドバイザーのゆうじです。今回はですね、 Forget to do と Forget doing の違いについてお話したいと思います。まずですね、意味としては Forget to do が何々するのを忘れるという意味で、 Forget doing が何々したことを忘れるという意味になります。これはですね、結構、忘れるという意味だけにですね、結構忘れがちなんですね。まあ、どっちが forget to do で、まあ、どっちが forget doing だったかなっていうふうに結構迷うと思うんですね。で、私もですね、英語をこの間喋ってる時に、どっちがどっちだったっけなっていうふうに迷ったので、今回シェアさせていただきたいと思います。まあ、先ほどお話しした通りですね、forget to do が何々するのを忘れる。で、forget doing が何々したことを忘れるという意味になります。で、例えばですね、I forgot to mail the letter.I forgot to mail the letter って言うとですね、投函、手紙を出すのを忘れたという意味になります。なので、実際には投函してないと。まあ、メールを出して、手紙を出してないということになります。で、一方ですね、I forgot mailing the letter だと、投函したことを忘れたという意味になります。なので、実際に投函してるんですけれども、その事実を忘れてしまったという意味になります。で、覚え方としてはですね、to 不定詞がですね、まあ少し未来の意味を持っているというふうに覚えるといいと思います。例えばですね、be about to do もですね、まあ何々しそうという意味なんですけれども、実際にはしてないところをさらにこう未来ですよね、しそうな状態ということでですね、to 不定詞が使われていると。で、to 不定詞には未来の意味が含まれていて、そういう使われ方をしているというふうに覚えるといいと思います。で、もう一つはですね、doing がですね、まあ動名詞なんですけれども、動名詞は、まあ現在進行形とかでも使われると思うんですけれども、まあそういったようにですね、こう、もう今まさに行われているというか、まあ確実性が高い話をするときに、こう doing を使うっていうふうに覚えるといいと思います。そうするとですね、forget doing もですね、まあ過去のことを話してるんだと、確実性が高い話をしてるんだというふうな覚え方ができると思います。再度まとめなんですけれども、forget to do が何々するのを忘れる、まあ未来の話ですね。で、forget doing が何々したことを忘れる、過去の話になります。で、さっき覚え方についてこうお話ししたんですけれども、まあ、ぜひですね、もう一つ覚え方があって、それはですね、それぞれの経験をですね、まあ、それぞれですね、何々するのを忘れた経験とか、何々したことを忘れた経験っていうのが、まあ、それぞれあると思うんですけれども、それぞれの経験に即したですね、あなたの経験に即した英文をぜひですね、作ってみてください。で、この経験とですね、結びつくことで、こう、覚えられるようになります。なのでですね、まあ、まずこの動画が終わったらですね、その、まあ、例文を作っていただいて、それを声に出して練習してみてください。まあ、そうすることでですね、今度こそですね、忘れる、まあ、どっちがどっちだっけなっていうふうにならずにですね、忘れずに覚えられると思います。で、最後にですね、まあ、今回の動画が役に立ったなというふうに思いましたらですね、私のメールマガジンがですね、まあ、動画の下の説明文のリンクから、登録できますので、ぜひ、登録していただけると嬉しく思います。以上です。今回も動画を見ていただきありがとうございます。